最近のホットな話題といえば、まあいろいろありますけど、えー、東大受験ですねあの、合格発表があったんですよ。うん。どこ界隈でホットやねんってことだと思いますが、あの、まあ、あの僕の周りではホットな話題ですね。で、そこであの、成功学院、僕の母校なんですけど、なんとですね、東大合格者が97%。 何人だっけ92とか93とかねあの200数十人いてまあ浪人生のねもう含めますけど90何人が東大行くってどんだけ割合高いんだっていう話ですよねそれがすごいあのまあ今年の僕の中ではねかなりホットなホットなというかまあ誇らしくもあり。 すごい、ね、あの驚きに満ちているわけですけれどもはいまあ大体良も90何人だったのでそれに迫る勢いですよねまあ、改正とか奈良は出てなかったのかな改正とかはちょっと見れてないですけど単純に母数が全然違うのでねうんあのとんでもないですよねそう聖光学院 そう我が母校で、えっと、僕が、あの、受験だった時、その僕の、あの、何、学年の東大合格率めちゃめちゃ高かったんですよ。確かそれで70人ぐらいだったんですよね、合格実績。で、まあ、過去最高みたいになって、すげーっていうふうに言われてたんですけど、そこから、えっと、1、年、2年後にまたそれが更新されて、 で、そっからもうなんかものすごい勢いで伸びてって気づいたら90何人っていうねあのものすごいものすごいねあの <laughs> 結果を残していて。<music>